西光寺は、東京都葛飾区四次一丁目にある、天台宗の寺院、渋江西光寺と呼ばれることもある。当地は、葛西三厄屋と呼ばれる周辺一帯を治めていた、武将、葛西清重が晩年に住んだ館の跡であるという。本尊の阿弥陀如来立像のほか、神蘭筆と言われる、三方真っ向、阿弥陀如来画像、近年まで、葛西清重作と言われていた。 木造小徳大子立像などを所蔵する。境内には本堂、主道などがある。境内西側100メートルほどの河西清重の墳墓跡と呼ばれる場所には、寛永8年建立の五輪塔一基と明治に、大月文彦らが建てた古碑がある。かつては墳墓,墓場にあったと言われる清重稲荷は、現在、境内に安置されている。葛飾区四つ木にある、 カ西清重の墳墓跡江戸切江津隅田川向き、島江津中央の水路に囲まれた中にある自伝によれば、カ西清重の館であった当地に、関東京家中の新蘭が50日余り投留し、自筆の阿弥陀如来画像を残した。この間に清重は、新蘭の弟子となり提発して、最高坊と称したという。そして館内に同社を建て、新蘭の滞在していた。 期間、雨続きだったことにちなんで、雨り三世光寺と名付けた。以来、浄土新宗として、宝統を続けたが、永六年間頃には、陛下や幾度かの水害で、ほぼ無重状態となった。寛永年間になり、天台宗の旅僧が死粛して、由緒ある宝統の耐えることを惜しみ、村民と測って、浅草伝房院の門末の天台宗の寺として、再興し、 さらに相続く洪水に参号を雨降り山から超越山と改めた。ありがとうございます。